ですね、ゴーと一緒に乗るための電動のママチャリを見に来ました。なんかね、いろいろ調べたところ、タイヤの大きさが22インチっていうちょっとちっちゃいやつで、高さも低いやつと24インチで、26インチっていうのは結構一般で皆さんが乗られてる大きさのやつなんですけど、それにしようかなと迷ってて、低いママチャリは万が一自転車がこけちゃった時に衝撃が少しはマシやから、低い方が安全だよ、重心低い方がねこけにくいよっていうのもありますし、あと子供が大きくなってきて、はい乗ってって言ったら、低い自転車やったらパッと乗ってもらえるみたいなんです。それもいいなとは思うんですけど、私は大きいタイヤの方が好きなので、身長もね62センチあってちょっと高めなので、周りのそのちっちゃいタイヤのやつは苦手なんですよね。どうするかちょっと試乗して決めようかなと思っています。王は今こちらでミルクを飲んで休憩中です。ね、市場の順番待ち、今日はキリンさんのお洋服です。それではまた後ほど。じゃあまず一つ目乗りたいと思います。子供のせやからタイヤがめっちゃ頑丈やし、いずれ後ろに乗せてもいいよ、多分これ足が絡まんようにタイヤのとこもカバーされてます。すげえ仮面ライダーみたい、ほらガチャンって横からはめる感じや。よし行ってきます。すごい、めっちゃ快適です。じゃ前重たいはずやけど、坂道とか超楽やし、負担が全然ない。一人で乗ってるのと変わらんぐらいこぎやすかった。すごい、そうめちゃめちゃ楽。よいしょ。次行きます。次はヤマハの24インチ。あ、重た。これめちゃめちゃグラグラする。前がすごい重たくて、今は不安定。後ろから押されてる感じの電灯やから、今乗ってるのがヤマハなんですごい後ろ乗りやすいんですけど、前この人形が今10キロなんですけど、結構重たくて不安定でした。グラグラする。でもカラーとかはめっちゃ可愛いマットな素材。鍵も後ろにあるんでめちゃ楽そう。これはいいですね、パッと取れて。でもこれやったらさっきの方が乗り心地は良かったですね。あと前からちょっとかっこいいなと思ってた26インチのハイディっていうやつと、もう一つ26インチの2タイプあるので両方乗ってみようと。これが私ちょっとずっと気になってたチャリなんですけど、タイヤもしっかりしてるし、見た目がスタイリッシュで男前な感じですよね。ちょっと乗ってきます。あと山道走ってる時とかはちょっとこれは重たく感じました。で下り坂のとこも制御がかかるのか、そんなにスピードが出ないような設定になってるのかなと思います。ただ見た目が可愛い、見てペダルとかもめっちゃかっこいいんです。これも鍵後ろですね。なんか今日乗って気づいたんですけど、子供の手の電動の自転車は大概後ろに鍵があります。前のやつは別売りらしいんですけど、1歳以降からここに乗せれるみたいです。で後ろは2歳からとのことなので、私は前のこれはどの自転車を買っても買おうとは思っています。今のところ1つ目の20インチのパスが乗りやすかったけど、やっぱりタイヤ大きいのは漕ぎやすいですね。ラスト行きます。
いやこれめちゃめちゃ乗りやすかった。なんか安定感があって、まっすぐの道でも山道でも漕いでる感覚が変わらないぐらいアシスト力がすごいありました。でスムーズに漕げるし、子供のチャイルドシートの位置もさっきのように少し低いんです。なので前の景色も見やすいし、あと前にカゴがついてる。さっきのやつは専用のカゴをまた別に買わないといけないやつ、これはカゴのままからついてます。ちなみに同じ26インチでもこっちの自転車の方がここがね低めにあるので、ロングスカートとか履いてるときはまたぎやすいかなと思う。さっきの方がスタイリッシュなので、もうちょっと足を上げないといけないから、女性はそこも見るポイントの一つなのかなと思いました。ブリヂストンハイディ2に決めました。いや女の買い物に付き合わされた感半端ないでしょう。一目惚れでこれって決まってたんかいって思われるかもしれませんが、ギリギリまで悩みました。どれもやはり子供の背に特化したものなので、普通の電動の自転車に比べるとより安全性が高いものばかりだなと、細かいところまですごい凝って作られてるなっていう風に感動しました。まあ、高いお買い物なので皆さんもこれやって思えるものに出会えますように、少しでも参考になれれば幸いです。ということで今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。あんたのヘルメットもな、いるよな、これめっちゃかわいいやんな。これは何度ぐらい、5000円ぐらい、止まらへん。